22歳で学生です。好きな仕草、荷物を持ってくれるか。21歳で職業がフリーターです。21歳の会社員です。男性の好きな仕草はどんな仕草ですか？仕草、腕を巻く時とか。腕巻く時、はい、おしゃれあるぞみたいな。になんかちょっと気合を入れる時とかに作ってるところを見るとなんかドキってしますね。運転してる姿ですかね。車の運転とか、まあ、バイクも好きなのでバイクの運転してる姿とか見るのも好きです。23歳のボイストレーナーやってます。23歳でビューティーアドバイザーやってます。腕をまくるところなんか筋肉が見えるからかっこいいと思います。仕草、なんだろう、服脱ぐところかな。20歳の大学生。男子の好きな仕草はどんな仕草ですか？でもぼーっとしてる時とかが一番素でかっこいいなと思います。はい、本当にぼーっとしてどっかパーって見つめてるみたいな。男性の好きな仕草は？上の服を着替える時の仕草が好きです。脱ぐ時、なんかシャツとかじゃなくて T シャツみたいなやつをガバって脱ぐのが好きです。端っちょをなんか持って脱ぐのか、袖口をなんかビヨーンって伸ばして脱ぐタイプ。もう下から端っちょから下から立ち上げるタイプ。はい。